商名寺式とは、関東地方を中心に分布する、縄文時代後期初頭の縄文土器の形式名である。横浜市金沢区商名寺貝塚の調査で位置付けられ、同貝塚を標識遺跡とする。1951年と1957年に、吉田閣によって、AJ まである商名寺貝塚のうち A 貝塚と B 貝塚が調査され、古僧として、商名寺式第一軍土器、 真相として、商明字式、第二軍土器が位置づけられた。吉田は、堀の内式に先行するものとして位置づけ、1960年代に並行する土器形式が発見できないなどから独立した形式として位置づけるべきか疑問を投げかける風潮もあったが、1977年に提示された今村刑事の変年案、1985年の中島正一による、 他の土器様式との並存関係を論じた文様モチーフの研究などによって位置づけが確定されてきた。先行するカソリー意識や後続する堀の内式との並行関係が明らかになるとともに、カソリー意識と堀の内式の間に位置づけられる土器形式としての位置が確定し、吉田の提唱した商明字式第一群土器、商明字式、 第二軍時と大体同じ内容で一式と二式が位置づけられることとなった。商名字式の規定は、わずかに朝鉢や腕が見られるものの、ほとんどが深鉢である。道部から公園部は開くが、公園端部がやや内側にカーブし、道部中央で緩やかに屈曲する規形や、公園部が対角線上に二体の突起を持ち、道部が緩やかにくびれる規形がある。文様は、 木面を二段に分けて、例えば J 字状に縄文が施される、文様体が繰り返すようなタイプと、木面全体を縦に縄文を施した、文様体が施されるものとがある。また、やや厚手で、鎮線を二重に、セブンして太い鎮線にしたせいか鎮線内部に、盛り上がった部分を持つタイプがある。後者は、西日本の中津式の影響があったとされ、王子モチーフを持つものが目立つ。 照名字式とカソリー E 式の分布域が重複することからも、J 字の文様体は、カソリアイ部式の S 字状の文様体が変化、継承されたものと考えられている。記面を二段に区分するものも、記面全体に縦に文様体を施すものも、縄文が施された文様体と丁寧に磨かれた無文の部分とが交互に繰り返される形となっている。商名式の古僧に属する。 商名寺一式は明確でないが二段に見える、J 字、王子、渦巻き状、剣先状の文様体に縄文を充填、または前者の反転した文様体に縄文を充填し、無文部分を磨いている。二式は文様体が斜めになって文様体を区分する鎮線が同部か半部では消失するように、セブン氏文様体には一つ分が充填される。 照明自式機に特徴的なのは、カソリーイー機まで円形だった縦穴住居跡が、入り口部分が突出し、あたかも、柄付き鏡のような形になることから、絵鏡形住居と呼ばれるになる住居が作られることで、ある。中部山岳地域に散見される敷石住居もほぼ、並行する時期に見られる。絵鏡形住居は、カソリアイブに、その方がが見られ、入り口部分に、 エナを収めると言われる梅メ,メが見られるが、照名自式機には入り口部分が突出して、同様な梅メ,メが見られ、運が良ければ、発掘調査で炉に使われた露体土器と共に、住居の時期を直接示すか荒木を二個体検出できることがある。ありがとうございます。